カニャーダストロンゲストの戦いは、チャコ戦争中の1934年5月10日から5月25日にかけて、パラグアイとボリビアの間で戦われた戦闘。チャコ戦争における、ボリビア最大の勝利で、カニャーダストロンゲストから約60キロメートル南西、カニャーダイスペランサという、乾いた川の近くで行われた。当時、ボリビアアルゼンチン国境のバリビアントリではボリビアが、 国境を守備するための重要な要塞であり、パラグアイはバリビアントリデに側面から攻撃を仕掛けた後、トリデを占領することを計画した。パラグアイは熱帯植物の森から道を開こうとしたが、ボリビアは空軍の偵察でそれを発見、こっそりと近づいてパラグアイ軍を包囲した。ボリビア軍は十分な数のパラグアイ軍が包囲圏に入った後に襲撃を仕掛けた。 ボリビア軍の動きを偵察するためのパラグアイ文献隊250人も包囲され、5月25日にロブレゴ街道で捕虜にされた。ボリビア軍はパラグアイ軍1500人を捕虜にし、多くの武器や補給を露覚した。一方、パラグアイ軍では400人が戦死した。しかし、パラグアイ軍の一個師団や一部の暫定は脱出に成功した。ありがとうございます。